はい、皆さんこんにゃんにゃちーは、キビチョシンちゃんでございます。さて、今日は35巻、はい、今日もやっていきましょう。はい、それでは今日は2階南側の床を作ると、準備するもの、金剛で提供した床シートを床パーツに重ね合わせ、全体の大きさや穴の位置、数を確認しましょう。で、塗装、前後で完成させた軒周りのたるきの先をゴールドに塗装します。はみ出した時は400番の紙やすり。これで1回北側の作業は終了です。前回で終わってなかったよね。混合のパーツのうち床パーツ以外、床と仕込みの全てを黒く、床パーツ以外は黒くしますね。はい、ではまず床を作るということで、床を作っていきましょう。ほい、よし、これね、トレッシングペーパーね、床シート、これかな、まず合ってるかどうか、まあ、合ってるね。で、この子がって1個ずつ確認、うん、全部 OK ね。 OK、 はい、ではこれを貼り付けていきましょうか。ちょっと入りにくいな。入らんぞ。ちゃんと今回ははまらんな。ちょっと待てよ。なんかバキバキ言ってるけど大丈夫？よいしょ。それ、よいしょ、買って、よっしょ、オッケー、これでいいんじゃないかな。そしたら次は35号ね。これかな、35続き、ここまでね。まずは3、7個、7、12、13、14、15、16、17、2、4、6、8、2、4、6、7、 OK、 じゃあこれだね。さあさあ、まず入るかどうかやな。次は、わお、来た、ステッカー、ステッカーを貼る、ステッカーを貼るはまあ後ででいいか。じゃあ次に、突起のない柱、これか。オッケー、いけたで。まっすぐかな、まっすぐかな、やっぱりこいつがちょっと斜めてんねんな。うん、よし、オッケー。で、
よっしゃ、これでおしまいかな。はい、以上です。今日はここまで。